なんでこれになっちゃったのかなって言ったら、親が間違えちゃったみたいって、僕に連絡くれないですか23年前ポケットモンスターのカセットです。僕多分間違えて届いたって俺信じてるんで、まだクリスマス、そうっす ねなんかクリスマス寂しくならないために、うん、ここ数年ずっとジェネレーションズってグループやってるんですけど、そのメンバーでこう集まるんですけど、まあ今年は誰の家で集まろうかっていうのを決めて、で集まって、はいはい、で誰が何をするっていう担当を決めるんです。例えば鍋持ってくとか、食材を買ってくるとか、じゃあ飲み物を買ってくるとかっていう担当を決めて、こうみんなでこう一つのなんか鍋を囲んでクリスマスするんですけど、やっぱ男の子7人集まると、うん、本当にろくでもなくてですね。やっぱ楽しくなって、想像つきますよ。そうなんですよ。もうみんなでもうね、人ん家でもうね、ガチャガチャして、ひっちゃかめっちゃかやって、そうで最終的にソファーでこう寝落ちしちゃうメンバーとかいたりとかしてっていうのを、はいはい、もう大体もうここ10年ぐらいずっと、はい、毎年ですね。いい、まあ、コロナ、まあ去年とか一昨年はできなかったんですけど、うんうんうん、まあずっとみんなで集まってやってるので、なんかもう最近もうクリスマスの素敵な思い出って言われて毎年これを喋ってるんで、もうこれ以降のアップデートがなくて、うんうん、もうずっともう本当こんな感じで男子校みたいな。そうですか。レオはちなみに何をこう持ち合わせたりする？僕は甘いものが好きなんで、うん、もうデザート担当なんだ。買ってってみたいな感じで、うん、で別のメンバーがリュックに鍋、うん、その7人がつつける鍋をリュックに入れて、はい、チャリで来るっていう。チャリで来るな。そう、なんかそういう感じ で、まあ、料理できるメンバー料理して。仲いいな、いいな。本当ですね、仲良しですよね。羨ましいな。当然今年もっていう。今年もやりたいなっていうのはちょっと思ってるんですけど、うんうんうん、はい。なかなか皆さんが集まることができるっていうのもすごいなって思います、ね。まあ、うん、もうなんか恒例行事みたいな感じになってるんで。うん、鍋、はい、クリスマスは鍋。鍋ですね。鈴木さんいかがですか、これまで。僕はですね、クリスマスというと小学校1年生ぐらいの時に実家の家ってなんかおやきとこきってあるじゃないですか、うん、今あるのかな、なんかお家の固定電話、あのこきで僕のお母さんがいつもサンタさんに好きなもの電話しなさいというふうに渡してくれて、僕当時ポケットモンスターのカセットが出たてだったんですよ、うんうんうん、でそれ欲しいって言って、でサンタさん聞いてくれたかなって言ったら、大丈夫届いてるよ多分って言ってくれて、そしたら次の日朝パッて起きて枕元見たら、スーパーに売ってるサンタの足のお菓子セットが置いてあったんですよ、はいはい、全然頼んだものと違くて、で あれってなって、で親に確認して、俺ポケットモンスターが欲しいって言ったんだけど、なんでこれになっちゃったのかなって言ったら、親が間違えちゃったみたい、そのサンタさんがっていう風に言われたんですよ、はいはい、でそれから23年経って鈴木家の実家にポケットモンスター、私僕間違って届いたよって人いたら、僕に連絡くれないですか23年前ポケットモンスターのカセットです、僕多分間違えて届いたって俺信じてるんで、まだそうです、逆にお菓子が届いてない、別のサンタさんが別の家庭に、はい、そうです、のぶくんのポケットモンスター届けた、届けたと今でも思ってる。そう、俺のお母さんそうやって言ってくれたから俺信じてますから23年前。ちなみにこれ嘘抜きで、俺子供の頃に、俺も同じで、うん、俺おばあちゃんに住んでたんですけど、うん、電話来て、俺はポケモンの赤緑一緒一緒青、はいはいはいが欲しいってずっと言ってたんです、もうマジで欲しい、はいはいはい、その時まあ当時5歳とかなんですよ、で俺青がいいって電話で言ってもらったんですよ、で俺直接電話したいサンタさんと言って、はい、でもまあダメじゃないですか、はい、いやもうちょっと子供と話すとプレゼント来なくなっちゃうからみたいな感じで、はい、そのおばあちゃんが言って、で俺結果それで頼んで青届きました。俺は青届きました。届いたんだ。いいな、羨ましいな。届かなかったタイプ。届かなかったな。俺もうスーパー入って目の前にさ、クリスマスシーズンになるとすぐ置いてあるお菓子の詰め合わせの1000円のやつが置いてあって、
おこれじゃないんだけどみたいな。その中に入ってるとかでもないんだ。でもなかった。見たんだよ全部。全部おかしい。全部おかしだった。私も最終的になんか横にあるとか中にあって、そう、そういうサプライズではなかったではなかった。だからね、サンタさんも間違えちゃう時があるっていう。なるほどな。そうですね、あるんですね。たくさんの報道陣の方いらっしゃるのでね、もしよければ拡散してどうなったか、ね、探していただいて。いやでもそれぐらい印象に残ってらっしゃるってことですね。 そうですね、その幼い頃の話が面白い、はい、面白い、ね、間違えちゃったんだ、はい